どうも、なおちんでーす。メガテン5やっていきます。よろしくお願いします。このゲームって、いかついキャラクター多くないですか？全部で270体ぐらい悪魔いると思うんですけど、200体ぐらいはかなりいかつい奴らなんですよね。で、今日は皆さんに聞いてみたい。3体美しい悪魔を選ぶなら、誰ですか？ 3 体。ちなみに、私の3体は、こんな感じですね。ナーマ、この花咲くや、アルテミスですね。で、順番としては、1位がアルテミスで、2位がこの花咲くや、で、3位がナーマっていう感じですね。で、一応ね、残り4体悩んだやつがいて、クレオパトラ、蛇がちょっと嫌いなんですよね。アグラト、ちょっと服が重いかな。エイシェト、ボディラインはすごいんだけども、目が怖い。ここが一番悩みましたね。ヨーコ、顔色がちょっと白すぎる。最終的には、どのキャラクターでもステータスマックスにできますので、パーティーで使っていくことができる。やはり、花のあるパーティー作っていきたいところですよね。今、ルシファー、サタン、マサカドってしてるんですけども、ちょっといかついかな。はい。皆さんの好きな悪魔、トップ3は誰でしょうか？ぜひコメントで教えてください。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。